はい、どうもこんばんは。 MLK サウンドのモンキーと副代表です。はい、今日は M3 直前のスペシャルでございます。はい、そうです。今まあ撮ってるのがまあ10月28なんですけども、もう31日にですね M32021 秋という、いつもお世話になってる同人音楽の祭典がございます。はい、で今回もう一回ちょっと見送ろうと思って、ウェブイベントの方に参加させていただくんですけども、前回本当は新作として出そうと思ってたのがちょっと PC の不調により間に合わなくて、でまあ在庫は来たものの、前の動画でも言った体調不良が重なったりとか、自分の仕事が忙しくてって言って本当にギリギリになってしまいまして、今やっと発売になりますということで、こちら出来上がりです。ハードコアテクニクス10ドゥームズパンデミックというので10作目ですね。俺らの顔に入ってからは美容系 YouTuber こうだねいけない雑誌みたいでピントが合わんここだね。あ、そこだ、そこだ、これですね。はい、はい、銃は構えた女の子ですね。今回やっと発売にこぎつけまして、はい、全7曲ですね。今回1000円なんですけども、中のジャケットちょっとね色違うんですよ。本当だ、今回ですね、まあ、うちの MNK サウンドはウェブイベントの大々の13、はい、大々奇変に昇る、ね、オレンジですね、大々の13というところで、ブース番号になってますので、とりあえずあのここのイベント価格としては1000円ということで、イベント後はちょっと1200円だったら上がるかもしれないんですけど、31日の M3 の時間帯においてはうちのブースで1000円で販売してますと。なんで入金手続きまでしていただければ1000円で買えますよということなので、ぜひともよろしくお願いいたします。でまたいろんな方に作っていただいたんですが、3曲目の曲名が長いやつのちゃんとタイトル言ったれよアイスでいいのかな、イントラクションカウンターミージャーエレクトロニクスアトリビュートトゥダブルギブソンと、はい、水賢さんというかな、うちのサークルでもいつもお世話になってる方がいるんですけども、はい、その人水賢堂というサークルもやってるんですけども、リアル会場の東京流通センターの方の L19 にいます、はい、ということで今回なんか鉄道関係の方の曲出したりしてるっぽいので、本職ですね、なのでそちらの方もあの合わせて行ってみてください。はい、あともう一方ですね、TKG さんっていう、いつもシュランズ作ってくれてる方で、今回6曲目のバイオハザードという曲を作ってくれたんですけども、今回こちらに入ってるのもあのシュランツなんですけど、 J シュランツ4というですねシュランツのコンピレーションアルバムを出してまして、こちらもあのリアル会場とウェブ会場一緒に出してます。で TKG さんのサークルだし巻きレコードというサークルなんですけども、こちらリアルの方が O の18で、ウェブの方が大々の36です。うちら近いんですよ。本当だ。ハードコアテクノ界隈近いっぽくて、ということで今回はまあうちの MNK サウンドで、ちょっとねあの DJ ゆうすけさんっていつも作ってくれてる方が、その TKG さんの方にも出してるっぽいんですけど、ちょっと確定情報ではないので、これはちょっとパカパカっと検索してもらって、はい、一応あの概要欄の方にあのみんなのツイッターだったりとか、あとはそのホームページだったりとかをちょっと載せておきたいので、はい、もしそこから飛んでみてあの興味がある CD とかありましたら、あのぜひ見てみてはいかがでしょうか、はい、なんかねメロンブックスだったりとかだと、あのいつもあのうちのメンバーでもあっていつも作ってくれてるビビットさんとかだと、あのメロンブックスからあの CD 出てたりとか、はい、あとはあの海外のレーベルから
EP シングルとか出てるので、そこら辺もいろいろ見てみてください。だいたいトランスハードコア周りで多分やってるので。ちなみにあのうちのサークルはメロンブックスの委託はございません。はい、あくまでもうちのサークル通販でのみ取り扱いになるので、そちらはあのツイッターとかでですね、あのおいおい告知をいたします。でどうやって買うのかいいか分かんねえとかっていう人でも、一応概要欄には載ってあるんですけども、もうもし本当に分かんねえ直接言ってくれっていう方はもうコメントとかにも書いてくれれば、こちらからどこが分かんないですかって言いますんでまあ在庫も限られてるんで、そんなに来られても全部さばけはしないできないので、そんなに吸ってないんで感じ。あとね、あとまあここまでが今回のあれなんですけど、まあ次今回10作目って区切りがいいんです。だから次からどういう風にナンバリングを11にしていくのか、なんか違う感じにするのか、セカンドシーズン的な、うん、ネオとか違う、またラインで、うん、本当はやりたいのちょっと3つぐらいあるんだけど、また血尿出ちゃうからそう、いろいろなこう考えてはいるんですけど、こういうのが聞いてみたいとか、うん、まあ、ハードコア以外でも一応 EDM とかやったけど、まあ、ドラムベースが聞きたいとかっていう話もあったんで、うん、なんか意見があればあのコメント欄の方にいただければ、ちょっといろいろ考えたりしますので、こちらの方もよろしくお願いいたします。まあ、はい、というわけで、あの概要欄の方に、今回の、いろんなサークルのホームページだったり、Twitter、Instagram なんかの、個人のアカウントなんかも載せておきます。あとうちの MNK サウンド周りのアカウントも、概要欄の方に載せておきますので、ぜひともそちらを参考にいろいろ見てみてはと思います。はい、あとパソコンで見ている方は、エンディングの方で最新動画とか再生リストのリンクあるので、そちらの方から動画に飛んでいただいたりとか、あとロゴマークの方からチャンネル登録できますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで久々にしっかりとした紹介できたね、1ヶ月ぶりでも。最近ショートばっかりでしたからねなのにね、じわじわふと増えてるんですよ。あ、そうなの？あの前回私見た時から3人ぐらい増えてる。チャンネル登録、はい、ありがとうございますありがとうございます。本当に巻き割りとかしかしてないんで馬乗ってみたりとか。馬乗ったのもね、もう半年前ぐらいだと思うんだけど。元競争でね。そうそうそう半年は前じゃないよ、6月だ。6月か、4ヶ月前ぐらいですけど、はいね、まあこうちょこちょこラジオ枠とかもやっていきたいので、そこら辺もね、作業用 BGM だったりとか、うん、こう流しっぱなしにしてたりして聞いてていただければ幸いかと思います。なんかね、ラジオ枠とかをねじゃんじゃんやっていったら面白いかな。音楽以外の話とかね。そうそうそう、一個マニアックなネタをシェリーさん持ってますからね。ほう、じゃあ次やってみっかでもその界隈の人じゃないと多分ポカンってなっちゃうというわけでまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ちょっと在庫開けていいですか。あ、どうぞ。いいよ。はい。あ、作りましたね。よいしょ。まあね、あとちょっとあの競馬とかもあれ編集大変なんでやめようかなと。競馬の近況としてはですね、凱旋門賞と秋華賞、シェリーさん全的中です。そうなんですよ。そう、もう競馬の収録はやんないでおくか。決めてから調子出るって何って思うよ。ラジオ枠かな